自宅待機 TV。 みなさん、こんにちは。こんにちは。始まりました自宅待機 TV。 父親の森山浩一です。そして長男丸山聖太です。そして次男のポテトサーモンです。出ました、ポテトサーモン登場です。コロナウイルスの影響もありまして、学校もお休み、そしてパパのいろんなイベントもなくなり、スーパー暇な3人がちょっと家から出れないという状況に陥りまして、まあ、こうレコードとか CD とかいっぱいあるんで、そういうのを紹介する、チャンネルというのはどうかという話になりまして、こんだけあるけど父がこう思ってるけど、あなたたちはそんな聞いてないでしょ、ものを、はい、ね、だからちょっとここで勉強をしていこうではないかという、はい、で誰か、それが誰かの役に立ったらいいかなという流れでやっております。素晴らしい。はい、じゃあポテトサーモンくんが選んで、レコードは何枚ですか？レコード、まあ3枚ぐらい取ってくる。レコードも CD も混ぜていいですから。じゃあまずちょっと話せそうなやつにしますわ。それから選んでみてください。ね、もうインスピレーションで。星がなんかいっぱい書いてありますね。星書いてある？ほら、これとかもこれとかも。うまいな。結構書いてありますけども、ね、その中からこの緑と。あ、緑。緑と。あ、すごい塗ったね。あ、すごい塗った。ほう、これです。見てください。タートルじゃんか。わかりません。これ同期の。じゃあ。同期のタートルズがまず出てきましたね。これです。タートルズのベスト版ですよ。グレイテストヒッツ。特価800円で買うてるな。800円で買うてます。うん。ダイノっていうもう、ダイハツの有名なレーベルからね。次、レコードもう一枚いきます。レコードもう一枚。次、こっち側の方行って、はい。こっち側の方。はい。こんなん持ってたよな。これ、いろんな、なんか不思議な色。はい。あ、いいのいったね。これ最近買いましたよ。確かにちょっと新しいジェームステイラー。めっちゃ可愛い。これめっちゃ可愛いよね。フラッグっていうやつやったかな。ジェームステイラーの。可愛い。うん。最近やっぱりジェームステイラーしっかり着かなと思ってこう集めてるんですよ。新品もね素晴らしいですけども。79年。いいんじゃない、センス。はい。じゃあ次。CD いく？CD。CD もね。なんかさっき怖そうなやつだったね。あれ？なんか上ら辺になった気がする。上ら辺。さっき気になったかい？気になった。気になって、あれこれ後で聞こうと思って、うん、2回目探したら絶対見つからへんからね。あるあるやからこれ。あれ？あった！あった？なんか怖そう。くたびれて。あ、いいんじゃないですか。ちょ。ジャパニーズコーナーじゃないですか。はい、あ、出ました。これはちょっと放送禁止ですかね。これはだからあれですよ、もうゆかりさんがこれドラム実は叩いててね、上原豊ゆかりさんが京都にいた時代のすごいレアですよこれで、くたびれてちょっと怖そうだね。怖いよねこれ。これすごいですよ。初期の未発表写真も含むニューパッケージで新装再発やって、ゆかりさんと対談するとき一応あの聞いとかなと思ってこういうのまで買ったんですよね。さあこれからいきましょうか。喋りやすそうだね。もう全部喋った今。じゃあ聞いていく？これ。じゃあ一番有名な曲聞こうか。これのタートルズの B 面1曲目。アスピースギャザー。上手のタートルズです。そっち出てる？あ、出た。バチバチ言ってる。レコードバチバチ言うんですよ。めっちゃ似合う。ええ音やな。さすがライドの仕事。So happy together. If I should call you up, you missed a dime. And you say you belong to me. It's my mind. Imagine how the world could be. So very fine. So happy together. この曲調変わるで。
違うバンドになりすまして曲調も全然違うっていうアルバムあって、それすごいねんな。面白そうっすね。もう何曲聴くん、これでぐらいで終わってたらええの、うん、YouTuber。 いや分からん、何分、今ので何分、今ので何分。9分です。9分、うん、あ、こんなもん、そんなもんやで、言うて、そう、だいたい10分やって後半ぐらいいく感じ。どういうこと、10分やって後半ぐらい。10分やって、その一つの動画やったら前半と後半に分けるみたいな。ああ、どういうこと。そういうことやろ、だから両方喋って。だからこれ3つあるやん、うん、で、その例えば、うん、これ今聞くやん。また来週じゃん、寝ると、6よろしくー。